あ、つけられてますね、完全に、うん、あ、左に来た、左、うん、超ガン見してるよ、こいつ超なんでこいつのガン見の人。こんばんは。ちょっと空いてるところで左ちょっとご協力いただいていいですか。どうしてですか。はい、どうしてですか。はい、職務質問です。どうしてですか。ちょっと、もうちょっと優しく喋ってもらってもよろしいですか。じゃあ、一旦左に押して止まってください。了解しました。どこの誰ですか。新宿署の中林と申します。よろしくお願いします。あいつ超顔見してますね、うん、あんなやついるんですか。感じ悪いね、そこ。シートベルト外した方がいいです。うん、もう来るよ。よいしょ。新宿署の坂下と言います。どうも。何回か声かけられることでございます。俺ね、結構声かけられるんですよ。 YouTube とかご覧になりますか。撮影やっぱやってらっしゃったの。あの、どういうことですか。あの、 YouTube か何かの撮影は常にしてます。で、職質を受けてるときは必ず撮影します。なるほど、わかりました。はい、免許証の方です。いや、違います。え、僕ね、地元はなんですが、はい、今関係で、はい、ってご存知ですか。先なんですけど、そこに住んでいて、はい、うん、今日は撮影で、はい、みんな、あ、結構いらっしゃるんですね、後ろの方に。はい、あ、うん、撮影で動いてる感じでした。じゃあ、うん、この辺をぐる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 回って。違います。今からね、あの、撮影のロケ地に行くところでした。それは YouTube の関係と。そうです、そうです、そうです。はい、ありがとうございます。お願いします。すいません、うん、00なんで特に何も出てきませんから。やりました、ありがとうございます。はい、123しますか。ええ、もうそこまで言ってもらったらいいでしょう。わかりました。うん、逆に遡って、はい、いつ頃前回声かけられたっていうのは。必ず月に1回はかけられます。じゃあ、まあ、おんで1ヶ月ぐらい前に。うん、なんか僕の地ラ対旧地ラなんですけど。なるほど。そうですね、旧地ラの方は全然声かけないんですよ。でも、はい、そうです。知ってるから。そうですね。あと1次団の方と2次団の方も割と声をかけられるんですけ ど、うん、なるほど、なかなか最近は声をかけられなくなりました。はい、職質を受けてる動画を40本以上 YouTube に上げてるんで、よかったら見ていただけますか。なるほど、はい、わかりました。何年ぐらい前からやってらっしゃるんですか。もう4年半ぐらいになります。はい、じゃあちょっと私その前に2次団にいたんですね。そうなんですね。存じ上げなかったということで。はい、分かってください。はい、僕甲州街道明大前が地元なんで、うん、ニジラの方はよく声かけられます。あと、このセルシオセルシオだと、なんか声をかけるっていう方は、なんかこいつダメだろ、こいつこんな、こんなのってこんなのって、まあ、バカでヤンキーか、こいつ、合約者じゃん。いい、見なくていいよ、もう。お話ししてなんぼなんでですね、はい、それで、まあ、こうやって会話をさせてもらって、うん、でも、あの、行けない人とかってやっぱいるんでですね、はい、だけども、こうやって話して、実はもう何回も声かけられてるとか、はい、ニジラの人は知ってるんだよ、とか。逆に声かけないとかって、まあ、そういう別に、あ、その知ってるとかは、その、まあ、わからない知ってるとかじゃなくて、相手の方が知ってるからもう、あーっていうふうになってるっていう人もそれはいるんだけど、こうやって話をしてみないと、うん、そういう情報も私たちの方には来ないですし、警察官の方の顔とか名前とか全然僕覚えてないんですけど。あー、なるほど。はい、なんていうチャンネルなんですか。チャンネルゲートと言います。チャンネル、チャンネルゲート、ゲート、はい、あの、警察官の方もそれだけ控えさせてください、うん、あの、ちょっと明日見てみます。はい、チャンネルゲートは警察官の方もすごく、うん、チャンネル登録していただいてて。なるほど。はい、だから、あの、職質を受けると、うん、あ、もしかしてチャンネルゲートの新さんですかって言っていただくこともとかもあるんですね。逆に、はい、警察の方から。はい、はい、チャンネルゲート、はい、あの、カタカナで検索していただければすぐ出てくると思うんで。お願いしました。はい、お忙しいですね。この窓開いてます？いや、開けてないです。私、吉田さん話してたら話してないんですけど、はい、向こうの警察官と助手席の方とお話もできます。みんな同じ人なの？どういうことですか。あの、職務質問で声かけ、ちょっとかけさせてもらって、はいはいはい、私はちょっと今たまたま運転席の方で、はいはいはい、話してます、はい、時間かけちゃったりするとして、うん、助手席の方と向こうの警察官と会話できます。あ、うんと、会話した方がいいんですか。そうですね、一応、助手席を上げてもらって、はい、車の中に見るとかそういうことはもういいでしょう。あの、もうそれに、あの、逆に、あ、もう免許証を、はい、はい、はい、うん、何でしょうか。あ、お話、どういう話になったんですか。僕じゃなくて、はい、
おまわちゃんに聞いた方がいいじゃないですか、どういう話になったかとか、うん、なんで僕らにそれを聞いてるの。あ、ちょっと俺が話したんです。わかりました、じゃあそうします。お前よ、はい、ガンつけてきたけどよ、俺らよ、お前よりもだいぶ年上なんだ。税金もちゃんと払うからよ、しっかり働くからよ、民間人涙たらそらなくてもね。本当だよ、私がガンつけてました。そういう風に見えたよ、さっき。よくないよ、おまわりさん。まあ、だって町のヒーローじゃないですか、おまわりさんって、うん、それじゃヒーローになれないですよ、ね、いや、私、子供の頃、警察官に憧れる人ってたくさんいると思うんですよ。頼みますよ。まあ、よく私も言われるんですけども、ね、私はそういうつもりはなくて。ちゃんとマスクつけてもらっていい？マスクつけて、あのコロナあげます。あ、うん、げます、その言い方気をつけろよ。なんでその言い方、あげます。俺たちもさ、頑張って気張って自分たち一生懸命楽しく生きていくように、本当一生懸命今ね、本当まあ頑張ってやってる最中なんですよ。だからそんな高圧的にさ、運転席からこんななって見ないでくださいよ。場の空気もね、本当に変わるし、うん、だからちょっとね、怖かったです。すごいネガティブな空気を出してるんで、直し、直しますね、うん、周りにもそういう空気を出さない。でも職務にそれだけ力を入れてるっていうのはすごくいいことだと思うんで、はい、うん、仕事の姿勢がちょっとおかしいと俺は思います。顔がちけえ、聞こえないです。顔がちけえへん、うん、お願いします、本当に。2メートル以上離れるっていうルールなんで、うん、そこも、うん、みんな文句しか出てこないから。ごめんごめん、の仕方が、うん、やばいよ、なんか近づくね。あ、あとコロナですからね、警察さん。はい、やばいよ。なんで、警察さんのみんなお友達なんですか。そうですね、はい、後輩です。僕が責任者です。はい、でもね、あ、で、4人で行動されてらっしゃる。いや、違います。今日はこのメンバーで撮影を、あの、車に乗る人数が決まってるじゃないですか。はい、本当はあと2人ぐらい来る予定だったんですけど、ちょっと予定が合わなくて来なくて、乗り切れないし、予定も合わなかった。そう、予定が合わなかったんですよね。うん、それでちょっとこっちの東口じゃなくて西口の方でちょっとみんなで撮影できたらいいなっていう形で、うん、向かってる最中でした。うん、今後は、この辺町の方を通らないで目的地の方に行こうと思います。うん、また止められちゃうから。そう。うん、でもまさにありがとう、優しく喋ってくれて。昔俺もね、ちょっと行動探したんですけど。そうですか。うん、まあ、そうやって今話していただいたんです。はい。まあ俺もさ、別に普通に真面目に生きてきた人間じゃねえからさ。うん、わかるよ。何やってるんですか。黙秘。うん、じゃあ行こうかな。はい、わかりました。うん、はい、わかりました。はい、よろしく。どうも。ありがとうございます、新さん。大丈夫です。舐めてるでしょ、あいつら。あいつさ、あいつやばい。あいつは分かったでしょ、最初。すげえになんでさ、なんかこんなだってさ、うわーとか言ってさ。ああいうヤンシャ乗った人いますよね。いるいる。ヤンシャの動きだったもんね、あれ。だってさ、なんか普通に声かけられたら俺たちもそんな気分悪くないというか仕方ないと思うじゃん。そうですね。だけどさ、何にもしない。そうだから、ユーシとヒロシのそっち側からさ、ものすごい顔でさ、オレーみたいな感じで見せたでしょ。やばいですよね。だからもうね、おじさんの おじいさんの警察官にちょっともうやっぱもうみんな文句しか出てこないやつですね。すごい態度だったよね。なんか舐めてるよね、やっぱり、うん、民間人を。かなり別にいいんですけど、うん、出せよってお前って。まあね、そうそうは思ってしまう。やっぱあ、なんだろうね、警察官、腹立つっすね。あれすごい腹立つ感じだったよね。あれ腹立つっすね、あれマジで、ね、本当に関係ねえやつにネガティブ撒き散らすね。あれすげえわ、あれ系か。で、別に俺たち交通ルール違反をしたわけでもないし、うん、何か犯罪を犯したわけでは全くないのに、うんうん、最初からもう、うん、すごかったよね、あれね。取れたか取れましたね。え、だから取れたのかもしんないけど、あんだけさ、さっき、いや、こうやばいっすよね、やばいやばい、おらー、警官っすからね、警官っすよね。そうだよ、信じられないです。ねえ、日本で ね、あの形はダメよ。やばいっす。ほんとフィリピンとかだったらいいけど、まあ、まだ警察の悪いやついっぱいいるけど、ほんとそうっす、ね、あれはダメよ、ほんとに。い
やでも新さんのマジ一括ラジオ気持ちよかったっすよ本当に。何ですか。いや新さんの声マジいきなり変わって、いやおめえ民間人舐めてんじゃねえぞ、お前そういう態度取るのはいいですけど。いやだってさ、そりゃ人殺しの時は人変わりますよ。まあ誰かのリークですけどね。そうですよ、そりゃそうですよ。すごいあれやんときいやーよかったっす、いや閉まったっす。まあ冗談はさておきね、いい勉強になりました。よしすげーすげーすげー、マリファナでも吸おうかな。うっちゃおうっちゃおということで、あの職質を食らった件でしたね。はい、ありがとうございました。職質はありがとうございました。強制送還のリアル、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。チースチース。